まずきゅうりとトマトを千切りにします。しめじと玉ねぎをみじん切りにします。生姜とニンニクをすりおろしていきます。タレを作ります。ピーナッツバター大さじ2、味噌大さじ2、砂糖大さじ1、酢大さじ1をよく混ぜます。フライパンにごま油を入れ、強火で玉ねぎを炒めます。しめじも加えます。ニンニクと生姜を入れ、香りが立ってきたら弱火にしてタレを加えます。うどんを茹でていきましょう。茹で上がったら冷水で締めます。完成です。